見た？ポニーテ今日はちょっとここがちょっと痛くてね。口内炎がだんだん治らなくなってきた。昨日薬を塗らずに寝たから痛い。あ、モーメントも今日はなんだか2個も投稿しちゃいました。そう、2個。あら、しなちさんありがとう、ありがとうございます。今日はありがとう。変な笑い方になっちゃうの、なんか「に」って「に」って笑っちゃう。忘れてた、昨日なんかもう早く寝たい早く寝たいって感じだったのね。寝ること終わってなくて、あれもしなきゃこれもしなきゃってなって気づいたら寝てましたね。はい、今日チャーハンいいね。そう、私今日チャーハン食べたんだけど、昨日どうしてもチャーハン、しかもお家にねレタスがあったのね。なかなか食べるタイミング逃しちゃってて、外にいたりとかで自炊ができてなくて、そうレタスチャーハンをどうしても食べたくて念願だった。しげちさんありがとう、桜餅。そうレタスチャーハンってめっちゃ美味しいの、知ってる？みんな。シャキシャキしてるのね、それがすごく美味しくて、レタスこんくらい入れた、こんぐらい、こんぐらい入れた、結構入ったよね、一人前にしては。そう、知ってる？共感してくれる？ありがとう。本当に美味しい、美味しくて、私ね、なんだかんだでチャーハンね作ったの初めてだった、人生で。一人ではね、おばあちゃん家にいた時にお手伝いとかはあるから、作り方とかはね分かるんだけど。けんちゃんありがとう。そう、あ、キムチも美味しそうだね、美味しそう。そう、シャキシャキ。そう、あとね、私はもう今度嫌いな食べ物とかがないからっていうのもあるし、どの組み合わせでもきっと私は何でも食べれるって思ってたからしたんだけど、大根が本当にほんとちょっとだけ余ってて。スープにしようか迷ったの、レタスと大根とあときのこが入ってました。きのこのねスープも考えたの、中華スープみたいなのも悩んだけど、昨日の夜がどうしてももうチャーハン食べたくて、大根入れちゃえと思ってチャーハンに大根を入れてみたの。なんかどんな感じかなと思ったけど、美味しかったよ。なんか意外とあんま大根の存在感はなく、水分ちょっと出ちゃうかなと思ったけど、あんま気になる感じじゃなかった。そとなんかね、冷蔵庫のものをさ、そのちょっとだけ残すっていうのはあんましたくなくて、もう入れちゃえ入れちゃえって。チャーハンってそもそもがもうね、何入っても美味しい食べ物じゃないですか。入れちゃった、美味しかったね、水分は出そうだった。レタスもさ入れてさ、大根も入れてさ、野菜の水分量多めランキング第10位には入ってるよね、どちらも。美味しかったです。で味付けも鶏ガラ塩コショウでねしたんだけど、その後に私ね、だしのお塩をね持ってるのよ。
あこれ入れてみようって思ったらさらに美味しくて、多分塩分摂取量多い今日チャーハンでめちゃめちゃ塩分摂取しちゃった。美味しくて、だしの塩は美味しいね。何だしだろう、何だしかな、何だったっけな。何だったっけな、ちょっと曖昧だ。あごだしかな、あごだしってトビウオだ、トビウオだっけ、なんだっけ、トビウオだったような気もする、そんな気もする。美味しいのよ。料理ね、もう目分量でチャチャチャっとしちゃうのが楽しい。その工程が好きなの私。美味しいかな、美味しくないかな、美味しくないことないけど、どんな感じになるかなっていうのを楽しみにね作ってます。今日はそんな一日でしたよ。そうチャーハンね、あんまね自分で作ったことなくて、ご飯をねあんま炊かないっていうのと、炊いたとしても白ご飯で完結しちゃうのよ、食べ終わっちゃうから、あんまりそう食べようって思ったことがなかったんだけど、何かにを見て食べたいと思ったのか、きっかけは忘れたけど、昨日すっごく食べたかったの。抹茶塩はないけど抹茶の粉粉末はお家にあるし、最近のプロテインは抹茶です。気になって買ってみた。ご飯食べてるよ、食べ過ぎなくらい食べちゃってるかも。りょうさんありがとう、ありがとう。さあ今ね抹茶好きだよ。プロテイン飲んだり飲まなかったり、気持ちの問題なぐらいな感じです、プロテインはね。そう、まあでもプロテインってさ、どんだけねあれ何味ってあってもプロテインの味はするからさ、プロテインの味は しながら飲んでるよ。ね、世の中の抹茶シリーズ本当に全部食べ尽くしたんよ。私ねプロテインね、バナナ味ってやつがあるの、バナナミルクかな、わかんないけど、が一番なんだろう、飲みやすいなって思ってるかも今のところ。あの一番飲んでる味的に多いかな、まあ全部挑戦したことはないんだけどね。めっちゃ抹茶のプロテイン買った、お揃いかもね。そうバナナオレみたいな味するから、バナナなんだろう、なんかさ他のね飲み物はさなんか作られた味感がたまにあったりするのもあるかもなんだけど、バナナオレ自体がもともとなんかそういう感じじゃん、だから それの味に違和感がなくて結構飲みやすい気がするなって思ってる。はい、無限の胃袋、本当に本当に無限の胃袋が欲しいよ。世界一濃い抹茶のアイス食べたことない。浅草に似たようなのなんか何番目に濃いみたいなのはちょっと食べたことあります。ホエイプロテインのバナナミルク、ああ多分そういう系、そうそう飲みやすいなってめちゃめちゃ思います。バレた、
皆さんのお名前の一部今日のサイン会の皆さんのお名前の一部がここにいらっしゃいます100発100中だからね、私がここにつけて書いちゃうの。名前バレちゃうバレちゃうかな。集大成、本当にそう。よく気づいたね。おお、蒸しパン美味しそう。そう、抹茶のねパウダー買ったんだけどさ、なんかそんな大量には入ってるわけじゃないのね、抹茶の粉って言ってもこんぐらいのちっちゃな袋に何グラムって入ってるだけだから、なんか貴重だから、まあすぐ買えばいいんだけどさ、なくなったらなんか貴重だと思ってね、最近使えてない。私その粉末はね、抹茶わらび餅みたいなのを作る時に、わらび餅じゃないんだけどね、わらび餅風のスイーツを作る時に使ってます。めっちゃ美味しい。サインありがとう。抹茶は美味しいよ。お茶だよ、お茶お茶。わらび餅も好きよ。私は嫌いな食べ物なんてないから、全部好きですよ、基本好き。たまに普通ってぐらい基本好きです。うん、ね、ゆうかちゃんだってなる、嬉しい。もうね、抹茶を見たら私の顔がワホホホホ浮き出てくるかもしれない。お、卒業おめでとう。社会人どっちの良さもありそうだけどね、わかんない。私はなんかやっぱりね、社会に出てる、めっちゃ出てるけどちょっとね、違うじゃ違うみたいな感じのね、ご職業となっておりますので、多分ね、皆さんの感じちょっと分かんないかもだけど、そうなの。あ、抹茶味のってなるとまた別なのかな。チョコとバナナ苦手なんですけど、チョコバナナ好きなんです。おお、不思議だね、不思議だね。チョコバナナ食べるときもさ、別々になっちゃったりしそうじゃん、不思議うん、あら、私のために嬉しい。抹茶本当にね、結構ね最近メンションたくさん、とても嬉しいです。お、ニャジョイブースだった、ありがとう、嬉しい。ニャジョイもね、カラオケボックスとかだったら結構たくさんね楽曲入れてくださってて、とってもとっても嬉しいです。舌足らずなあれ喋り方になっちゃう、口を閉じると痛くてずっと笑ってる。だから今日は口を閉じてしゃべ、閉じてしゃべると痛いね。お、抹茶バームクーヘン、私は京都に行ったら定番のって感じでよく食べますねずっと笑顔。こんばんは。ね、
キョバームもだし、他のも、他のね、いろんな、結構ね、キョバーム以外にもバームクーヘンあるんですよ。最近あの、京都行きたい京都行きたい京都行きたいってなんか週に1回ぐらい言ってる気がするずっとなんか言ってる。ね、行きたい本当に。私なんかさ、地元に住んでて観光しないとかってあるじゃん。地元のところはあんま観光しに行かないみたいな、多分よくあると思うんだけど、私京都でに住んでた、住んでてももうその京都の街並み好きすぎて、えずっと楽しんじゃってる気がするんだよね。まあそれは京都生まれ京都育ちじゃないから言えることであって、多分実際住んだらその京都の街並みとかもそんな、なんだろう、今の私ほどキャーとかなってないのかもしれないけど、だとしても私はもう京都は大好きです。他の県ももちろん大好きですよ、大好きなんですけども、うん、私は福岡はずっと好きだもんね、地元ラブみたいな感じだから。もちろん他の配慮したって赤の県は好きですよ。お、福岡旅行楽しかった。何だったんだろうね、何でしょう。あに点々ついてたぐらいだったね。ブーめるっといつもだよ、55分だったら誕生日するね。ちょっと今日は早く来た。明日はその代わりちょっとゆっくりできるかもしれないから。博多と福岡市は福岡市の中にある博多っていう地名かな。あら、ランキング1位、うれしい。来てくださいって、福岡じゃないねもう来てくださいって、埼玉市の大宮みたいな感じだと思う。そうそうそう、明日の配信は何時かな。ちょっと明日の予定にもよるからね、なんですけど、まあ朝じゃないのは確かです。猫背に見えるね、なんだかかんだか。シャキーンとしてみよう。そう、朝はね、私もお眠だから朝あんまり長く配信できないからさ、私の睡魔がすごくて。私がね、何かの時に早起きした時があったのね。でなんか
音声が欲しかったからショールームを開いたらひとみさんしていらっしゃってて、あのひとみさんのショールームずっと見てました。朝5時台見てたことがある。そう、朝5時台私はっきり喋れない。すごい、移動時間の時とかショールーム結構見たりするかもしれない。ちゃーちゃんありがとう、くまありがとうございます。ちょっと寝るとかさ、お休みのワードを聞くと私あくび出ちゃいそうなんだけど、脳って正直だからねちょっとあくび出しちゃいそうで、ね、ちょっと脳正直なものだものね今結構なんか結構我慢してて、3回ぐらい今我慢したの。垂れ目じゃないのにね、垂れ目の時がある。でも今日メイク濃いね、目尻が濃いからかな。ちょっと遠い鏡でメイクしたから濃くなっちゃったかしら。まるさんかな、よろしくお願いしますね、お腹すいたってなるでしょ。そうなって正直だからね私ね、あくびのイントネーション違うんだよね。あくびなんでしょ、あくびあれあ、これも違うか私何て言ってる、あくび、あくびか、あくびちょっと待って、あくび、私何て言ってたっけな、イントネーション違うのは違うね。これね、あの実はねコメント時差があるからね、これ違うって言われた時が私が何て言ってたかがもうわからないというね現象。福岡の人がそれなのかわかんないです。ただ私がこれなだけ。うん、ダメ。ああ。おお。ダメだ。一番の西尻が息を吸った。出ちゃった、首が。お疲れ、ありがとう。ジェさん。ありがとうね。ありがとうなんて言われる音声付きだった音声付きのあくびでした。うるうる、でももうさ、しずく涙かわかんないけど、ラメ涙かラメかわかんないけど、落ちそうな、あれなんか光当たり方してるよね、光の当たり方してる。映った？仲良しの食だって思ってる勝手に。ちょっと皆さんもうさ、眠いあくび、あくび出そうなキーワード多すぎるよ。釣られちゃうんだから。だんだん目赤くなってきてるし、うん、
もう全く困ったものだ、困ったもんだよ、本当に止まらなくなっちゃった。目に光が入ってるもん。もう木工できてる。見える？ここシャトルラン。それぐらいしてる。失礼いたしました。あ、なんか声変わった。声変わっちゃったよ。じゃあちょっとそろそろ男女予約もしていきますね。でもなんかすごい連絡来てるんだけど、なんだこれ。はい、顔赤くなるのは多分移動するとね、赤くなる。ということで男女予約していきます。13位の方からです。13位おちょこちゃん、ありがとうございます。12位クロスさん、ありがとうございます。11位ととまるくん、ありがとうございます。10位ざわくん、ありがとうございます。9位ふみさん、ありがとうございます。8位げんさん、ありがとうございます。7位しょうようむじょうさん、ありがとうございます。6位ちゃーちゃん、ありがとうございます。5位けんちゃん、ありがとうございます。4位しげちさん、ありがとうございます。3位しのうちさん、ありがとうございます。2位りゅうさん、ありがとうございます。そして1位ジェフさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。再会ね、来てくださった皆さんもありがとうございました。配信もありがとうございます。ということで今日もちょっと短かったけど見に来てくださってありがとうございました。また明日お会いしましょうね。あ、そう、リコのインスタグラムのストーリーズの方にね、私なんかひょこんと登場しているので、ぜひ見てくださいね。ということでまたね、おやすみなさい。今日も一日楽しかったよ、ありがとうございました。バイバイ。